はい、次の子どもは、発達障害で知恵遅れようが著しくて、いつも大きな声を出しています。それで転換があります。で、この子は未熟児で生まれていますので、網膜の剥離がありましてね、未熟児網膜症で5回の手術をしています。で、最大ヘルニア、鼠径ヘルニアもあって、重度の子どもですけどもね、それも、ホメオパシーでやっていきます。見ましょう。どうぞ。ただこれを電車の中で電車生活をしてるんですけど、困るんですけど、やっぱりこの声は発散したんですよ。発散してるの。それさせた方がいい。まとめないで発散させることなの。怒るとこう人を引っかいたり急に噛みついたり、それがちょっと今困ってます。あ、こう手が見たらどうなの？こう手がピルピルするの？それとも体が電子がブルブルするの？まずピクピク、あ、まず吐くんですね。吐いてシアノーゼになって、それで右目がピクピクして、右手っていう風になるんですけど、右目がピクピクしてるんで、右手に行って右足、左足、左手、左目って全身の硬直っていうのが一番初めの大きな発作だったんですけど、兄弟のおもちゃを取ったりするので、兄弟からダメとか嫌がられてるんですけど、でもやっぱりあの兄弟の方も気になるみたいで、外に行くと守ってあげるっていう。でもやっぱり一緒に遊べたらよかったなっていうのは、どこでもなく寝転ばってしまって大きな声を出すので、電車にも乗るのも本当にお母さんは大変でした。このような状況になるっていうのは予防接種の害だってすぐ分かりますので、それで9種類の予防接種を希釈浸透し、このようなものを作ってしまったものは原因となったものを希釈浸透することによって取っていくことができます。ですから発達障害のすべての人に9種類の予防接種を与えます。で、それをサポートするものがスーヤという、このようなヒノキ系の、杉系の、ハーブです。そしてこの予防接種の中に入っている水銀やアルミナ、これを出すためにバイゾクマイアズムというスフィライナムというリメディを使います。これがあればあるほどより発達障害がひどくなりますので、そのかかりやすさ、それから複雑になりやすさを、こういう傾向を止めるための根本的なホメオパシ的なマイアズム治療といいます。それが梅毒マヤズムをきれいにしなければ治っていきません。で、馬鶏草という、これは猛毒なんですけども、 30C ですから希釈浸透して毒は全くありません。ハーネマンが精神病棟にいる3分の1はこの馬鶏草で全員治るんだって言いました。ですのでこの馬鶏草を取ってもらいました。さてどうなったでしょう。7ヶ月後です。噛みつくことは今はもうあんまりなくなったかな。はい、ほとんどないです。引っかいたりとかもしてたんですけど、それもなくて、で、あまりこう怒って機嫌が悪くなっても、自分でなんとかしようね、で、人にこうバーっていうのがなくなったのはすごく、はい、なんか静かにしてられるのっていいな。そうですね、ちょっとびっくりです。そうだよな、本当に。ありがとうございました。バイ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 はい、バイバイ、手温かいね、この子は。これは1回のリメディをやって7ヶ月後ですから、ものすごく早い好転だと思います。で、このような人たちが169名いるわけです。だからよく考えていただきたいわけです。子どもの病気が怖いからといって盲信的に予防すると言って予防接種を打ったがために、多くの子どもたちが犠牲者になっているということは事実です。そこをお母さん方によく知っていただきたい、よく調べることです。第一、まだ自己免疫もできていない3ヶ月の時に DPT だの BCG だのさまざまな打つのはどういうものかと思います。それも皮下注射で毒が入ります。水銀やアルミナが入っているとはどういうことかということ、
それで菌そのものが入るとはどういうことかということを今一度考えていただきたいと思います。私の方で169名のうち99名を、調べました。発達障害のケースたちです。 91% が改善です。 10% は健常時、顕著に改善。顕著に改善というのは普通学級までいかなくたとしても算数や国語がちゃんとできるようになったということです。そして改善ですから、これやるとお母さん方はこの子と一緒にもうね自殺しようかと言った人は多くいました。なぜならば自分が年取った時に一人で食べていけないということです。だから職業訓練校に行って自分で食べていけるようにそこまで持っていくっていうのがお母さん大事ですよねって私は言うわけです。ですからそうやって子どもたちが自分で食べていけるようになるってことを目的にしやっていっております。そこが顕著に改善のパートです。ですから、早いうちに、リメディを取ってどんどん排出することによって大きく楽になっていくはずです。では、今度は心の問題ですね。ホメオパシーのリメディは心も体も一緒にして治していくものであります。これから、自分の力で治っていった方々の症例集を、だーっと見ていきましょう。苦しいとことがあるときにね、そこから花を咲かせる、これは人間の生きる術だと思います。では流してください。